今年最後のアイハーブの豆乳にもこんなのもあるんだと思って買ってみた。これめっちゃ美味しいよね。皆さんこんにちは、みゆです。今日は今年最後のアイハーブの購入品をやっていこうと思うんですけど、ちょっと昨日も実はアイハーブの購入品撮影をしていたんだけど、編集しようと思ったら全部スローモーションで撮影していたので音声が入ってなくてですね、今日2回目の撮影になるのでちょっともう開封しちゃってるものとかあったりするんですけど、そこら辺ちょっとご了承ください。ということで来月12月はまた毎年恒例の2024年のベストアイハーブ2024かをやっていこうと思うので、それも楽しみにしていてほしいので、今回で今年は最後の購入品になるかな多分っていう感じでやっていこうと思うんですけど、はい、ぜひ今回もたくさんいろいろいいものを買っているので最後まで見ていってください。ということでちょっと気合い入れて2回目の購入品を紹介していこうと思うんだけど、全部買ったものは概要欄に私のカートごと今回の買ったものを全部公開しているので、そちらからチェックしてください。ということでじゃあまずこれもう昨日試食済みなんですけど、アーティサナのカシューナッツカカオスプレッドになります。いつもはこのヘーゼルナッツの方のスプレッドを買ってたんだけど、カシューナッツを買ってみました。でこのヘーゼルナッツ今2つほぼ食べきりっていう状態で、もうこれめっちゃ美味しいのね。なのでちょっとねカシューナッツの方が安いんだけど、こっちを初めて買ってみて昨日食べてみたんですけど美味しかったです。ちょっととろっとしたチョコレートになってるんですけど美味しい。ただ私的にはヘーゼルナッツの方が好きでした。なのでまずどっち買おうかなって迷ったらヘーゼルナッツがおすすめなんですけど、もうこれは毎朝のヨーグルトとかグラノーラと一緒にスプーン一杯だけ食べたり、あとはパン食べるとき、パンっていうか私はベーグルが好きなんだけど、ベーグルに塗ったりすると本当に美味しいので、ちょっと高いんだよね。高いんだけどこういう瓶のやつってさ、なんか例えば成城石とかで見つけてもちょっと1000円超えてくると高いなって思って躊躇するんだけど、これはまあまあ大容量だし結構大きいのね。だけど毎日食べてたらやっぱ1ヶ月ではなくなるんだけど、オーガニックだしまあ悪くはないよねっていうので、チョコ好きにはもうたまらないと思うので本当に食べてほしい。本当に美味しいですこれ。そしてやっぱりこれがないと始まらないということで、ネイチャーズパスのラブクランチダブルチョコレートチャンクももう何回リピしてるのっていう感じなんですけど、今回も買いました。私はやっぱこのダブルチョコとあとピーナッツバターかながとっても好きなんだけど、コストコではイチゴのやつが安く売ってたりするので、イチゴ以外をアイハーブでは選ぶようにしています。でもういつでもないと困っちゃうので今回はチョコレートを買いました。もう本当にずーっとリピしてるけど、毎日食べてても飽きないから普通にも味が好きなんだと思う、単純に。だしやっぱあると楽だし、ヨーグルトとこれさえあれば朝とかお腹空いた時済むし最高。そしてこんなのもあるんだと思って買ってみたガーデンオブイーティングのイエローコーンタコスキットっていうものになるんですけど、これねもうちょっと昨日開けちゃったんだけど、こんな感じでタコス の, あの外側のパリパリついてて、あとソースと調味料、これであのお肉炒めて、でこれはソースとして使えて、あとはレタス切ったりすればすぐ食べれるような、これタコスのキットって日本にも売ってると思うんだけど、日本にあるやつとかって多分だけど結構あの添加物とか気になったりすると思うんだけど、これはなんとグルテンフリーでノン GMO でオーガニックイエローコーン使用だから、多分これ自体のコーンをオーガニックのものを使ってたり、あとは QAI の認定オーガニックとかも取ってるみたいです。めちゃくちゃ良くない？でしかもそんなに高くなくて1136円とかだから、日本で普通にこういうタコスキットを買うような値段と同じぐらいで買えるからめっちゃいいじゃんと思って、私結構タコス好きなのでレタス切って本当お肉炒めるだけで食べれたりするからめっちゃいいじゃんと思って、ちょっと美味しいかどうかはまたね Vlog とかで食べてみようかなと思っております。楽しみにしててください。はい、そして最近一番お気に入りのお茶です。ヨギティの、スキンデトックスツージングハイビスカスになるんですけど、これを2パック買いました。全然アイハーブの購入品で紹介してない瓶とかもあるんだけど、その瓶とかでも頼んでてまだストックあるんだけど、もうこのハイビスカスが一番なんか美肌に効くお茶みたいな感じでさ、調べると例えば代表的なとこで言うとルイボスティーとかあのホワイトティーとかそういうのが有名だと思うんだけど、もうこれが私的に
最強だと思っていて、なんか普通にデトックスっていうより、まあデトックスか、普通にこれを飲んでると飲んでない時で肌の状態が結構違うかなっていう風に、一番心の持ちようなのかな、わかんないけど、これない時、これ飲んでない時、あ、なんか荒れてるって思うことが多いなって今年気づいたの。だからこれを圧倒的にリピすることが多かったんだけど、なのでなんか何飲もうかな、ヨギどれ選ぼうかなっていう時とかに、肌荒れとかそういうことに悩んでる人は圧倒的にこれをおすすめします。本当に美味しいし、でこれからの時期あったかい飲み物たくさん飲むと思うから、どんどん飲めるだろうし、あと冷たくしても美味しいから、あったかい飲み物苦手っていう人は普通に氷入れて飲んじゃったりしても美味しいし、とにかくこれが私的には一番好き。味だけで言うとヨギティ他にも好きなのたくさんあったりするんだけど、全体的ななんかいろんなのあるじゃん、なんか眠り系にいいよみたいなのとか、まあ、普通にデトックスとかいろんなのあると思うんだけど、私はこれが一番自分の体に必要なものっていう感じがして好きなんだよね。これさ、よくさドラッグストアとかでも見てて気になってたんだけど、ドクターティールズのピュアエプソムソルトソーキングソリューションのラベンダーっていう香りのもので、他にも3、4種類かなあったと思うんだけど、私はとりあえずラベンダーを買ってみました。こんな感じのすっごい細かいエプソムソルトになっていて、香りも結構しっかり強いんだけど、でもこういう多分ラベンダーとかそういう精油系って香り飛ぶの早いから、そんななんか香りで買うっていうよりかは、まあエプソムソルトとしていいかなと思って買ったものになるんだけど、日本のドラッグストアで買うよりも断然アイハーブで買った方が安く買えて、結構ね、私が次のセールになった時に買おうとか思って、こうカートとかに入れておくとすぐなくなっちゃうものとかだから人気なんだと思う。普通にドラッグストアで買うといくらだっけの、1800円とかしたっけ。だけどアイハーブで1281円とか定価なんだけど、普通にセールとかになったら1000円ぐらいで買えるじゃん。ってなったらめっちゃ安いから、そうめちゃくちゃ良さそうだなって思って、とりあえずちょっと初めて使ってみました。そしてじゃーん、ラエルのオーガニックコットンカバーパンティーライナー極薄、これが70枚入りの本当に極薄の、ね、またワンちゃん泣き出した、そう本当に極薄のパンティーライナーになるんですけど、なんかパンティーライナーって結構ふわっとしたちょっと大きめのものとか、いろんなものがあると思うんだけど、私はこういう極薄タイプはもう毎日用で使ってるので、洗面所に下着を置いてるんだけど、そこの引き出しの中に入れて、もう毎日お風呂上がったらつけるよっていう感じで、使うものはこういうほんと極薄でいいなって思ってて、つけ心地とかもすごくいいので、ラエルのオーガニックコットンのパンティーライナーとってもおすすめです。で他の瓶のものになるんだけど、このねラエルのタンポンが新しく出てたの、なので今回初めて買ってみたんだけど、レギュラーのなんか結構海外のタンポンって物によっては日本のやつよりも入れにくかったり、こう大きいものとかあったりするのね。だからやっぱ日本のそういう 技術なんかタンポンとかになるとさ、ナプキンと違ってさ、やっぱ形状っていうものがあるじゃん。そういうものはやっぱ日本強いなと思うんだけど、ラエルのやつはちゃんとね、じゃん、こういうプラスチックのやつに入ってるから、なんか入ってないやつとかもあるのね。例えばナトラケアとかだっけなのやつとかはタンポンだけど、こういうプラスチックに入ってないで、なんかコットンをもうそのまんま突っ込まなきゃいけないみたいな感じだったりするやつとかあって、すごい使いにくいものとかもあるんだけど、ラエルのタンポンはそういう使いにくさとかもないし、大きさとかも変にデカすぎなかったりするのも、日本のやつと普通に似てるのにオーガニックコットンだし、めっちゃいいので、ぜひぜひぜひ。って言っても私はこのピンクのパッケージのやつは初めて使うんですけど、これもリピー何本目なんだろう、ミシャのパーフェクトリップ&アイメイクアップリムーバーになります。これね、昨日ちょっといろんなデータ事件があって、アイハーブの購入品だけじゃなくて Vlog も撮影してたんだけど、そのデータも全部使えなかったので、もう最悪と思って温泉行ってきたんだけど、早速久しぶりにこれを使ったんですけど、やっぱりめちゃくちゃ良くて、しっかりメイク落ちるし、肌は結構最近優しめのクレンジングを使ってるから、この目元だったり口のメイクっていうのはポイントのメイクで、日本で売ってるさ一番人気のやつ、あれで最近落としてたんだけど、これもやっぱすごい良かったです。あとはセブンスジェネレーションの食器洗剤、
クレメンタインゼスト&レモングラスを買ってみました。これが少し前にこの香りじゃないやつを買ってみたらすっごい使いやすくて、ナチュラル系の洗剤っていいものも多いんだけど、やっぱ泡立ちが悪すぎたり、あと手に優しいものとかだと、日本に売ってるやつとかもそうなんだけど、泡立ち悪いは油汚れ落ちにくいわで、使い心地が微妙だったりするもの多いんだけど、これはこの前すっごい良かったの。使いやすくて、しかも大容量だし、で大容量のやつで結構この粘度があるものだと最後出すのが大変なものとかあるじゃん。でもこれね、結構粘度が軽めっていうの、 なんていうのシャバッとまではいかないけど、結構粘度濃いめだともう最後使うのめんどくさってやつがあるんだけど、これは結構使いやすかった、最後までっていうのも私の決め手でした。これとっても良かったので今後もリピしたいなと思ってます。で今回買った匂いもすごく良くて、前回なんだっけな、一番人気とかのやつだったと思うんだけど、このレモン系の香りもすごいフレッシュでめっちゃいい香りです。そしてもう何回リピしてるんだろうっていうぐらいな、コスアール X のピンプルマスターパッチニキビパッチになります。もうこれはやっぱり何回使っても、で他のものを使ってみたりしてもこれがめっちゃ好き。ただメイクの上、メイクする日も使いたいみたいな時には向いてなくて、めちゃくちゃ分厚いから、そういう時は薄いものとか、人にバレたくないみたいな時はこれじゃない方がいいかもしれないんだけど、私は基本的に家にいる時とかしかつけないから、これが一番使い心地だったり、やっぱ慣れてるっていうのもあってすごい好きです。ただサイズ感の一番ちっちゃいのをほんとなくしてほしい、それだけ。本当にサイズ感だけなんだよね、でもやっぱこれが好きなんだよねっていうので戻ってきます、いつも。次、これ初めて買ってみたんですけど、ランドバーグのライスチップシーソルトっていうものになります。ライスチップなのでグルテンフリーになってるんだけど、なんか私別に最近グルテンフリーをやってるとかそういうことはないんだけど、なんかグルテンフリーのお菓子って美味しいんだけど、その時は美味しくても、じゃあリピするかって言われたら微妙だよねみたいなお菓子って結構アイハーブのクッキーとか特に多くて、でやっぱ小麦には勝てない、あと日本のお菓子には勝てないって思っちゃったりするんだけど、こういうライスチップ系とかって逆に普通のチップスとかよりもパリッてしてて、おせんべいっぽくて日本っぽいっていうか、逆に美味しかったりするの。だからちょっと試してみようかなって思って、シーソルトだから普通に何かディップする時も変に邪魔しないかなと思っていいかなと思って買ってみたんですけど、ちょっと味見はねちょっと大きすぎるから、一回開けちゃったら全部食べきんなきゃじゃん、数日以内に。だからちょっと誰かと集まったりする時に食べたいなっていう風には思ってるから、ちょっと今は食べられないんだけど、なんかまずいってことはないんじゃないかなっていう風に思ってるっていう感じで、もうさ、前よく買ってたなんだっけ、ケトルのさハニーリジョンとかめっちゃ買いたいんだけど、高すぎてもう、はいっていう800円とかになってるよね。前300円台とかで買ってたと思うんだけど、倍以上になってて、物価上がりすぎだろうっていう、なんか物によっては本当上がってるよね、倍以上になってたり。そんな感じで、これもそんなに安くはなかったんですけど、まあセールでギリ、まあ、買えるかなみたいな値段だったので、ノン GMO だったりするし、まあ、普通のポテトチップ使うよりはいいかなと買ってみました。次、サプリで、これめちゃくちゃ名前長すぎるんだけど、カリフォルニアゴールドニュートリションのシリマリンコプレックス、オアザミエキス、タンポポ、アーティチョーク、クルクミン C3 コンプレックス、生姜、バイオペリン配合ベジカプセル120粒っていうものなんですけど、これがね、ここに書いてあるミルクシスルっていう風に書いてあると思うんだけど、少し前にVlog の方に載せたんですけど、韓国のサプリでこのミルクシスルの成分が入ってる、なんか液体と錠剤が一緒になってるサプリを案件で紹介させてもらったんだけど、それがなんか二日酔いとか、まあ、お酒とか肝臓とかにいいみたいな感じのもので、そっからこのミルクシスルっていう成分を知って、ちょっとそれが良かったから、アイハーブでも普通にないかなって思っていろいろ見てたりした時に、これがそれこそ肝臓とかにもいいから、サプリをさ結構いろんなものを飲んでる人とかいると思うの、私もそうなんだけど、その時その時で今足りてないなっていうものだったりを結構バーって飲むと、一日にいろんなものを飲んだりするとさ補えるけど、でも肝臓は疲れたりするわけじゃん。だからそういう人にもすごいいいみたいで、あとはねプロテインめっちゃ飲む人とか、あと書いてあったのは生理系にも良かったけど、なんか血の量が多すぎたけど、これを飲んだら
減っただかなんかっていう口コミも確か書いてあったと思うんだけど、なんかほんといろいろ多分入っていて、いろんなものをいろんなその効能があると思うんですけど、私はこのミルクシスルで調べてた時にいろいろ見て一番気になったのがこれだったから、とりあえず買ってみたっていう感じで、ちょっと飲む前とか、まあ、飲んだ後とかにも飲もうかなって思ってたり、あとは今日サプリめっちゃ飲むなっていう日とかにも飲んでみたりしようかなっていうので、なんか毎日飲んだ方がいいものなのか、そういう単発で飲んでいいものなのかとか、もうちょっとちゃんと調べたり、あと1日どれぐらい飲むべきなのかとかは見た方がいい、ちゃんと調べてみようかなと思うんですけど、カリフォルニアゴールドニュートリションの今ビタミンとかも飲んでたりしてとてもいいなと思ってるので、ここのブランドで選んでみました。そして久しぶりにちょっとボディウォッシュをじゃーん、新しいのを試してみたいなと思って買ってみたんですけど、めっちゃ可愛くない？このパッケージが、パッケージに惹かれて買ってみた、これがワンスパイスっていうブランドのベアグローブボディウォッシュシャワーフレッシュっていうものと、こちらが同じワンスパイスのボディウォッシュフィジーのパームツリーっていうもので、こっちの方がなぜかちょっと高いから、成分がちょっと違うのか、まあそれはそうか、成分は違うと思うんだけど、こっちの方がちょっと高いです。でちょっと男性用のやつなの、だからこういう風にちょっと男性のシックスパックみたいな感じの絵だったり、なんか筋肉モリモリみたいな絵が描いてあるので、まあ、女性用ではないよっていうのをとりあえず言っておきます。でもボディウォッシュでそんなに男性用女性用で分けるかって思って、そんな別に女性が使ってもすっごい成分が強すぎるとかそういうことはないかなと思って、まあ、強いて言うならさっぱりしてんのかなとは思うんだけど、その後のボディケアでどうにかなるじゃんと思って、ていうか普通にこのなんかパッケージ感がなんか ABC ストアとかそういうさ、海外のコンビニっていうかそういうところにありそうな、なんかわかる？この感じ。こういう香りが嗅ぎたかったの、私は。だからもう迷わず買ってみたんですけど、なんかさ、ちょっと話変わるんだけどさ、アメリカ系の人なのかな？なんかたまにさ、もう通りすがるだけでめっちゃいい匂いする外国人いない？あれはもう大衆がいい匂いだと思うんだけど、しかもみんな同じ匂いなの。同じ匂いっていうか、じゃあインド人ってさ、インド人っぽい匂いするじゃん。カレーっぽい、ちょっと脇がっぽい匂いみたいな。とか、あと、なんか、まあ、人種によっていろんな匂いがあって、多分日本人は無臭なのかな？わかんないけど、私は日本人とすれ違ってもいい匂いって感じ、まあ、香水の匂いがするみたいな感じ。だけど、違うの。なんかアメリカ人は、その、あ、これはアメリカ人だみたいな匂いがする人いるの。でもアメリカ人みんなじゃなくて、その匂いが一定数いて、めっちゃいい匂いなのわかんない？いるよね。まあいいや。それを置いといて、こっちがベアの方なんだけど、マジで昨日ももうこの反応、匂いの反応を取っちゃったから、もうさすがに2回目同じような反応できないけど、ガチで、結構想像以上に男の匂いで、想像以上になんか、そんなに男用のボディウォッシュってある？みたいな感じで思ってたけど、マジで男なの。いい匂い、いい匂いなんだけど、男が使ってそうな匂いすぎて、あ、こういうことかってなったっていう。で、うん。フィジーの方はさらに男っぽいかも。でもどこかで嗅いだことあるような普通にいい匂い。なんかさっぱり系な、なんか言い方悪いんだけど、ドンキとかにありそうな、ちょっと安っぽいメンズがつけてそうな、なんか中学生の時こういう香水の人いたよねみたいな匂いっていうの。これマジ表現ね。正しいと思う。若い爽やかな匂いみたいな感じの香りがします。めっちゃ男物でした。普通に。でも全然いい匂いだから私は使いまくります。次にシオリスのクレンズミーソフティミルククレンザーシトラスっていうミルククレンジングを買ってみました。これが初めて見たブランドだったんだけど、韓国のブランドっぽくて、クレンジングを探していて、これに行き着いたんだけど、なんかね、私ジェルのクレンジングを普段使っていて、あとはポイントメイクで落としてるんだけど、ジェルのクレンジングよりももっとミルクのクレンジングの方が優しいのは知ってるんだけど、ミルクのクレンジングって今までね、本当にいいものに出会えてなくて、なんかベタっとちょっと残るじゃん。あれが優しく洗えてる証拠だとは思うんだけど、さっぱり感が私は欲しくて、さっぱり洗えるミルクのクレンジングが欲しいな、である程度安いものがいいなっていうので、ちょっと一旦これを試してみようかなって思って買ってみたものなんですけど、マカダミアオイルとか、
ブロッコリーエクストラクトとかが入ってるのかな。こんな感じでがっつり韓国語で書いてある感じなんですけど、まだちょっとこれは使ってみたことないからわかんないんだけど、なんかしっかりメイクを落としたいときは今まで通りジェルでもいいかなと思うんだけど、日焼け止めだけ塗ったときとか、まあ普通に一日過ごして何もしてないけど、まあクレンジングは夜はした方がいいじゃんっていうときとかに使いたい優しいクレンジングを探してるんだよね。なんか本当におすすめのさっぱりするミルククレンジングがあったら教えてほしいです。次、これめちゃくちゃ使うの楽しみなんだけど、キッシュのサテンピローケース、これが標準サイズ言えない、標準サイズになるんだけど、これが枕カバーになっていて、結構ね私このハイトーンにしてからもう抜け毛やばいわ。もう今ねアイロンかけてるからそんなボサボサに見えないかもしれないんだけど、本当にボサボサになるし、もうやっぱ当たり前だけど痛むので、あと数日後とかにもう前頭ブリーチをもう一回やって、とりあえずブリーチは終わりにして、前頭ブリーチは終わりにして、あとリタッチだけで生きていこうと思ってるんだけど、2回のこのブリーチでも今結構やばいから、本当に次のブリーチが怖すぎるんですけど、とりあえず髪にいいことを全てやろうと思って、最近ヘアケア系をいろいろ試してみたり、いろいろ買ってみたりしてる中で、やっぱいろいろ調べてると枕カバーだったり、あとヘアキャップだったり、そういうものってすっごい重要みたいで、あと私ね今こういう風にギュッとポニーテールとかしてるけど、結んだりするのも、ギュッとね結んだりするのも本当いけなかったり、髪に摩擦与えることが一番いけないんだって。だから今もう寝るときにこうタオルとか引いちゃったりしてるんだけど、タオルもすごい髪の毛に負担になってるだろうし、一番いいのはやっぱシルクとかそういうもので寝ることっていう風に書いてあって、これを買ってみました。もう触り心地最高です。確かにこれなら摩擦起きなそうっていう感じ。シルクとかの方がいいと思うんだけど、やっぱシルクとか本当のシルクとかになってくると高かったりすると思うので、サテンとシルクのちょっと違いが分かんないんだけど、これ比較的安くて3000いくらとかだった、3000円かぐらいだったけど、セールでアイハブで買えば2000いくらとかで買えるから普通に安いなと思って、こんな感じでチャック式になっているので、しっかりとこう入ってずれにくいと思います。はい、これを買ってみたっていうのと、ヘアケア系で言うと、これもねパッケージも開けちゃったんだけど、このキャントゥの髪のもつれをほぐす丈夫なコーム1本っていうやつで、こんな感じでお風呂にかけておける、お風呂用に使うこういうブラシになります。やっぱブラシで解く時とかもガシガシこう頭皮に当たるこの面とかもすごい重要だったり、もういろいろ調べていくと、やっぱもう本当に髪の毛サラサラな人っているじゃん、特に日本人の女の子、あれは本当にすごいと思うんだけど、やっぱり毎日のヘアケアで変わるみたいで、もう私には多分無理なんだけど、そこまで頑張るのは。でもヘアブラシのそういうの変えたり、あとはやたらとこう触んないとか、まあいろいろあると思うんだけど、こういうブラシとかもすごい重要になってくるみたいで、とりあえず今使ってるお風呂用のブラシがなんかすごい安い、あんまり多分良くなさそうなやつなので、なのでちゃんとトリートメント溶かす用のお風呂で使う用のヘアブラシを買いました。もうこれはトリートメントした時に溶かす用のブラシとして使って、こう洗って毎日干しておこうと思います。めっちゃいいみたい。普通にねすごい人気で、これぐらいね目が粗い方が絡まったりもし、やっぱ絡まったりするのもさ良くないじゃん。切れ毛 なんて言うんだろうな、まあこのパヤパヤ毛とかもさ適当にこう解いたりするのと、やっぱ優しく解くので変わってくるんだと思う。ちょっとわかんないんだけど。次にヴィンテージコスメティクスのメイクアップヘアバンドドリーっていうもので、ここのブランドもかなり昔に買って、そっからのリピなんだけど、なんかめっちゃ昔にアイハーブでこれを買って、それをブランドの方が見てくれたのか、このブランドさんからメッセージいただいてギフティングとかもいただいたことあるブランドなんですけど、ここのヘアバンドを結構昔に使って、それがもう壊れちゃったの。こんな感じの、これはねまだ生き残ってるんだけど、これももう何年も使ってて、あとヒョウ柄とかも可愛くて、もうずっと使ってたら壊れてしまって1個になってしまったので、これを買い足しっていう感じで、本当はねこれもリボンついてたんだけど、もうリボンとかもなくなっちゃって、そうこのカラー確か初めてだと思う。なんか今の
金髪に可愛いかなと思って、なんか誰かに見せる用のやつじゃないから、なんかちょっと気分上がるピンクな感じで可愛い感じにしてみたんですけど、ここのやつね、すごいバンドもこう柔らかいし、なんかしっかりしてるんだよね。だけどもうこれもね、ほんと何年も使ってるから、こんな感じでちょっともう伸びてきちゃってはいるんだけど、でも何年も使って何回も洗ってって考えたらさ、いい仕事してくれたなと思って、普通に可愛いから、デザインとか色とかそういうのが、なのでまたここでリピをしました。はい、そしてこれもリピ品になります。ドクタータングのスマートフロスト天然カルダモン 27m っていうもので、これが少し前、2回前ぐらいの確か購入品で紹介したような気がするんだけど、そっから毎日やるのは、本当毎日やった方がいいんだよね。だけど私はめんどくさくてやってないんだけど、本当にまず歯間ブラシするのとしないのとは、とでは全然違うのは分かってるんだけど、私結構安い、なんか100均とかでも売ってるような、あの一個一個ピックになってるやつとかで使ってたんだけど、もう これの方が圧倒的にしっかり取れるし、これすごいね、絡め取れやすいの。なんか水分を含むとちょっと膨れ上がって、めっちゃ汚れをね絡め取ってくれるの。もう感動して、アイハーブで他にこういう歯間ブラシ系だったりフロス系とかなんかいろいろ買ったことあるんだけど、圧倒的に一番良かったです。人気だからこそあんまり買ってこなかったので意味わかんないでしょ。他のなんかやつとかを試して見てたりしたんだけど、確か一番人気ぐらいだよね、これ。めっちゃ良かったです。ちょっと、こういうのって高いって思うじゃん。でも私は、まあ、毎日使ってないっていうのもあるかもだけど、何ヶ月も持ったから、そんなにコスパ悪くないなっていうので、27メートルもあるから、一回何センチぐらいだろう使うの。わかんないけど、結構持ったので、そんなにコスパ悪くないと思います。そして、じゃあ最後にチョコレートがやっと買える時期になったので買ったんですけど、もう迷わずまずはアルタエコを私は見ました。アルタエコのこのトリュフのチョコレートが本当に好きで、オーガニックダークチョコレート、トリュフ、シーソルト、もう本当にこのチョコレートが美味しいし、オーガニックだからなんとなく普通のチョコレートを食べるよりも私的には罪悪感がなく食べれるっていうのと、まあ普通に味が美味しいのね。なんかあのリンツと引けを取らないです。リンツでもこの前買ったんだけど、コストコでリンツのあの大箱のチョコレート、これも本当にやっぱ美味しい。で昨日ちょっと食べて残しといたやつなんだけど、全部食べちゃった。外側がちょっと固めでもないんだけど、チョコレートで中に柔らかいチョコが入ってる2層構造で、もうめっちゃ美味しいので、ダークチョコレートだけどちゃんと甘くて美味しいです。でも最近甘々なチョコよりダークチョコレートぐらいの方が好きになってきたの、めっちゃ大人になったって思って。でそしてこれが初めて買ってみたんだけど、トリュフシンズオーガニックダークチョコレートバーラズベリークリームっていう、こんな感じのピンクのねラズベリークリームが挟まってるやつなの。これも昨日食べちゃったんですけど、じゃーん、これも美味しかった。なんか最初はあんまりラズベリー感じないなと思うんだけど、しっかり味わっていくとしっかりラズベリーなので、薄めのチョコレートの方が私は好きで、アイハーブでさ、チョコラブの人気だと思うんだけど、板チョコ、あれ結構分厚いの、美味しいんだけど、私的にはこれぐらいの薄さのね、普通にあの明治のチョコみたいな、それぐらいの薄さの板チョコの方が私的にはね好きなの。本当にアルタエコのチョコは美味しい。これもオーガニックです。ラズベリー最高。どっちも美味しすぎる。もうワインのお供にしたいと思います。美味しい。はい、そんな感じで、もう今年もたくさんアイハーブにはお世話になって、めちゃくちゃ買い物をしてきたけど、未だに案件はもらえてなくて、案件はずっと欲しいなって思ってるんですけど、来月末ぐらいまでには今年買ってよかったもの10個ぐらいを絞って紹介できたらなと思ってるので、そちらのビデオもぜひ見たいなって方はグッドボタン忘れずにお願いします。って言っても、絞れるかなっていうふうに思ってて、もうね、何年も買い続けてると、やっぱ同じものが好きなのよ。だから、まあ、今年買ったものの
中で、で選ぶならっていう風になっちゃうっていうね。 I have でベストっていうよりかは今年のベスト、まあそうだよね、2024のベストだもんね。それでいいのか。まあちょっと考えてみるので、ぜひ楽しみにしててください。 I have の動画がね、私とってもあのチャンネルの中でも一番人気のコンテンツで、私のチャンネルのこう検索で I have が一番来てくれてるっていうのはこうアナリティクスで見えるから、 I have から来ていただいてる方、見ていただいてる方が多いかなと思うんですけど、 Vlog の方もぜひね、やっぱいつも Vlog よりも I have の購入品の方がこう視聴回数が多いから、それだけ見に来てる方っていうのもいると思うんですけど、ぜひそういう方チャンネル登録もして他の動画も見てくれたら嬉しいなと思うので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。という感じで今日も見ていただきありがとうございました。じゃあまた、バイバーイ。